北朝鮮の風景が好きなのは子供の頃の中国の風景に似ているから。中国、丹東を旅行中の60代の中国人女性が日本の読売新聞に語った。丹東は中国最大の国境都市で北朝鮮の新義州に面している。読売新聞は北朝鮮と中国の国境に観光客が押し寄せているのは 北朝鮮の更新的な風景が中国人にとってノスタルジックな魅力があるからだと報じている。担当には北朝鮮の土産物を売る店や北朝鮮料理を出すレストランがたくさんある。北朝鮮と中国の間にあるかも緑港では多くの中国人観光客がクルーズ船に乗って望遠鏡で北朝鮮を眺める。 SNS で北朝鮮を背景に写真を撮るのが流行っているので来ました。と20代の中国人女性。丹東の旅行会社は、丹東から北朝鮮を見るための様々な観光プログラムを作っている。丹東市によると、4月の労働節連休中に同市を訪れた観光客は約103万人で、2019年の同時期と比べて約20万人増加した。 読売は中国人の北朝鮮旅行ブームをノスタルジーによるものと分析している。北朝鮮に旅行したことのある中国人は、北朝鮮の庶民は素朴で、1980年代の中国人のような気分にさせてくれる、と SNS で語っている、と読売は伝えている。金正恩大政下で厳しい弾圧に苦しむ北朝鮮だが、 熾烈な競争社会に生きる中国人にとってはノスタルジックな場所となっている。